止めに入る加納と男が逃走。いいな。その時見事確保。一度は逃げられてしまったが、衝撃の両足スライディングで男を確保した。その1ヶ月後、よっしゃ、今度はカンボジアの首都プノンペンで警察勤務に密着した加納。その初日の訓練で行われたのが、マシンガン加納さんと機関銃。よくやった加納。でも的に当たってないね。あ、もうあの狙ってないからね。さらに次の訓練で加納に渡されたのが、これ恐ろしいな。ちげえな。俺趣旨伝わってるかな。俺プノンペンを守るっすんだよ。初めて手にする手榴弾。いや、怖い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 。これマジで怖いな。ちょっと一回、ちょっと待って、どうすんどうすんどうすん。つやくさん、つやくさん遠いな。おい、これを池の真ん中にやればね。うん、オッケー、ちょっと待って、オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何抜いてるの。マジで怖いわ、これ。マシンガン、手榴弾と、この時点ですでにバラエティ番組の常識を超えるアイテムが登場しているが、さらに我々が目を疑ったのがこちら。何だじゃんこれ。ちょっとバカじゃないか。いや、こういうのを使うことないって。怖いわこれ。訓練のために用意されていたのはロケットランチャー。芸人大丈夫？オッケー。これ怖かったわ。うわ怖っ。トゥープレイ。うわーすごい。今度は達人に弟子入りするという企画で韓国に渡った加納。これおもろかったな。めっちゃおもろいね。爆笑したな。弟子入り先は韓国国内になんと5万人の弟子を持つ飛行の達人、王ジェソン先生のもと。早速ジェソン先生自ら加納に達人技の見本を見せてくれるという。その達人技とは、体内の気を太ももに集中し、角材をへし折るというもの。角材を手にし、達人の太ももに狙いを定める加納。しかしこの後とんでもない事件が。さすがの達人もこの表情。コントだもん。それ大丈夫か。一歩間違えれば達人にぶん殴られてもおかしくない衝撃ハプニングであった。